だ。今日今季第何戦ですか。いやわかんない。4戦ぐらいしてんの。勝率どうなんですか。勝率まあまあ。いや、やっぱマットうめえわ。マットうめえや。うったんじゃねえの。うまいわ。もうダフらないっていう、もうプレッシャーがないから。え、そんなもん。いや、素人はアマチュアはね、フェアウェイバンカーでいっぱい練習してきてる。じゃあお願いします。ちょっとかぶしたね。いいんじゃねえか、幸先いいんじゃねえか。まいったな。マットで余裕かわされちゃってるもん。いや、そんなもんだから。特に冬島なんて、これアプローチもこれやってる。いや、アプローチだよ。乗ってるよ。全部乗ってるな。いや、そんなことないよ。来た黄色ボールだし、あの多分こうちゃん使ってたやつの、これレンジあれに入ってた。はい、ツアップ。よし。そうか、これはもう俺のもんだわ。これもうマットじゃ誰にも負けんわ。怖えよ、もう。ただ距離感、アイアン、この冬バテた。マットの上の距離感こんな持ってる人いないですけどね。マットの上距離感ないんだもん、俺。じゃあ120ヤード。今までだとこれ、あれなんだよね。フォローの風。なるんだけど、今までだと9で行ってたけど、8だ。そう。それは8でしょ。8でライン出しで。自分の場合は転がるから。ちょっと右出た。でかい。おい、でかいってだから。やっぱちょっとでかいか。フォローは飛ぶんだ。でも当たりは悪くない。これちょっと嫌なのがね、ちょっとつま先上がりになると全部それ待っておくからね、うん、ちょっと握り短く持ちゃいいから。うるさいな。うるさいな、いちいち。あれ。いいね、腰止まっちゃってんね。やばいな、あれ、ジャムさんもどっか行っちゃったよ。ポイントがなくなってるな、ちょっと。今年良くなかったから。いや、まだ2ホール目では思いっきりも何もないな。ああ、ね、一応ラインは出てるね、あれ。ダメですよ、動かしちゃダメですよ。いいよ。いや俺いやちょっとお前か。よし。
ちょっとずつ返していこう。ワンダウン。このアプローチを取っていかないと、取っていけばもう全勝できるのにな。ちょっと復活してきてるかな。黄色の芝になってきた。20だけど、これあれだよね、厳密に言ったらあれだよね、123ぐらいだよね。え、そうなんすか。早く言ってくださいよ。だってあの120がそこの前から3ヤードぐらいでしょ。あれ全部かかっちゃってる今日。マット苦手なんじゃないの。苦手。マット開いた。マット得意っすね。開いた開いた。このマット俺嫌いだわ。俺昨日この間の薄いマットがあるんですよ。マッチイブン。イブン。チャモさんに言おう。ちょっとマットは薄い方が。いやマット関係ねえから。7 あーくそ大丈夫じゃ勝てんけどアプローチだな。今なんか来てるからです。5でしょ。5。よくない。5番アイアンって言わないでくださいよ。5番アイアン。アイアンじゃないじゃない。うまいよ。弱い。弱い。何それ。いや今ちょっとぶつけたんだよ。左行かないように。ぶつけぶつけたとか言うからさ。いやでかいかなと思って、お前の5があの辺りで超えてったから、だからできもしない、ぶっつけスライスを打ち行った。これお前すげえ入れ方全然良くなってんじゃん。ちょっと右だよ。俺もアイアンと一緒でソールしない。そうやめた方がいい。それやめた方がいい。やめた方がいい。うっそ。ワンダップ。せっかくワンダウンになっちゃったよ。
このアプローチが着地するのはもういつも通りだから乗せるんだよ。これ次乗せて逆ワンナップですごい前向きですね。本当だ、よう打ったよね今年の夏は。6でいこう、6でいいからコロ77。ちょっと左行くのを想定して打ちますね、うん、ちょっと右出してこう。おー、ビンゴだよ。どうなのこれ。え、惜しい、土手に当たったよ、手前の。惜しいでしょ、うん、これ本当に歩いたら本当ゴルフになんないのよ。昨日歩いたらゴルフになんなかった。本当ソールしてねえよ。やったよこれ、やったよこれ。転がって出てけ、これ出て、これで出て、あ、やった、負けた、あ、たんじゃねえのか、やられたよ。ちくしょう、なんだの乗り方。手前からゴロゴロって。いや、お前と同じとこだよ落ちてんのは。俺カリッとしたのか、ちょっと。え、いや、でもあの手前のエッジに落ちたぐらいだよ。ポーンってそれが右に行ったんだよ。有限実行になっちゃったよ。いや、だから俺の今までのミスの原因はやっぱりソールしてることだから。握り直しが全て俺の悪いところを編み出してる。出たよ。あー、ちょっと欲しかったのにな。じゃあ乗るんだ、ギリギリ。へへへへへへ。逆ワンナップ。あ、ここでナイスショットだったけどね。内容良かったんだけど。しかし、いや、ナップ。アプローチは全部取られてて、乗せ二つ乗せた。ティーアップしなくていいから30。これ9でしっかりだな。何言ってんすか。いや、もう130だけど125キャリーすりゃいいから9でしっかり打てば。左は絶対ダメだからストレート系。あー、開いた。そんな打つ前から自分に左ダメ。プレッシャーかけて。そう、いや、これがさ、やっぱりあのバンカーの左の OB からさ、ちょっとフェード打てないとさ、コース行った時ダメじゃん。いやいや、あらんな OB 行かないって9番やんで。行かないでしょ。でも今日ここで左行ってっからあるよ。イメージ悪いな。あるよ、全然大丈夫。許容範囲、あの左は。左を警戒しながら体重あんま移動しないで。これ薄くない？薄い。よし、もう行ったよ。よし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 。ちょっと素振りの精が出たか。入ったなぁ。みんな汚い。まあ俺も汚いだろ。いや、わかんない。あれ、円があそこのバンカーの上、意外とでかいから。まあ、まあ、マッチ行くんでしょ。
は得点も望みません。乗ってるよ、サンキュー。サンキュー。乗ってやがった。汚ねえな。汚くないって。あんな普通バンカーでこうポロポロって落ちてくるのにさ。また逆ワンダウン。まあ、今みたいな汚いショット打ったらそれはしょうがねえわ。34っていうのは棚の上でしたっけ。そう、左の上。34。これ今までだったらな、ピッチングとかでとかな言ってたけど、いかねえよ。いや、9ですよ、全然。全然9だよね、はい。うわ、靴閉めたよ、靴。積み上げて。あと距離感。あら、寝たでしょ。乗ったでしょ。マット慣れてきた。マット慣れてきた。最初マットのせいにしたけど。やめろ、そんなダフリフックで。やめろ。やめろ、やめろ。それ出てっちゃう。あ出てっちゃうっつうの。そう。その球は出てきますよ。えその球は出てっちゃう。今のはね、今の一丁髪の聞かしたやつだからね。これはわかるよ。昔よく打ってたやつだね。あら、もう入るまだ。やっぱマットでもダフったら前行くな。こっからこっから。ロスのせいだけ勝てないです。スリーダウンでしょ。いらないですかね。あら、いい音したな。ゴーゴーゴー、もっと前、もっと前。いやあ、前行ってるよ。よし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 。もう息なんて止めましたから、今ので。本当に。最後別線飛ばさないと。ああ、惜しい。先ちょ惜しい。カルフックしてるよ。さあ。これでだから。5点。ハイバック。ポンポンポンと乗せられたな。乗せ乗せの世界、はい、乗ってねえんじゃねえの。いやほら乗ってねえよ。よしよしよし、まだまだ。何がファイブアップだ。ふざけんじゃないよ。いや、さすがにこれだけ負けることはない。チャックチャックチャックときたよ、アプローチ4点。
ですね、後半はハンデですね。おかしいな、最初俺乗ってったのにな。後半はハンデいきましょう。ハンデボール、もう気力なしでしょ。負けが確定しちゃってるから気力がなんかね、タイミング取れねえやって、あのソウルしないとここに来ると。いや、最初に一発目だけですか。薬効いてたの。でもソウルを置いたらフックしか出なくなるからまあいいや。完全にアプローチ全部取られた。大して寄ってないですけどね。ハイブダウン。そう、最初だけだよ。よし、200乗っけましたけどね。うん、よし。クリックだ、クリック。球でも行ってないじゃん。いや、残ってればセーフでいいですよ。いや、残るだろうけど。どういう球？ウッド練習してくださいよ、もう次アイアンいいですから。もうドライバー打ったんだ。え？ドライバー打ったんだ。よし。アプローチなんとかしてな。一発も打ってないですか？打ってねえよな。
ていうのはないの？うわ、乗ったよ。急で感じましたら絶対乗らないですもんね。多分。ちょっとこの辺にしますよ。うん。止まんない。あ、絶対行かないでしょ、これ行かしてんすよ。ほら、全然手前だ。あ、全然って言いましたね、今。うん、あそこがいいんですよ。あさよならさよなら。やっぱダメだ。さよなら。あの球が出るってことはもうやっぱ離してても右で硬いってことだわ。ちょっと練習場と違うな。アプローチはね、ショット寄らねえで、もう最悪だよ、これ。負けることないっすよ、これ、このアプローチ勝負は。奇跡のOKバーディー以外はないっすそれだ。12番ボール悪いか。ちょっとボール変えてみよう。いいっすよ、もうあれですよ、オープンにしてていいっすよ。方向完璧できますからね。方向見てねえもん。え？見てない。ああ、振って。もうキック左。あら？そんな振ってるところで9でいったの？8。振ってないですよ。8？ 8。 でもキックしないんだよね。あー、
コントロール効かねえぞ。僕と一緒のミス。なんだろう。なんだろうな。いや、こんなもんでしょ。いや、いや、今までのがまだライン出てるもん。まだ物になってないってことか。あなた、2、3ヶ月じゃないですか。いや、2、3ヶ月じゃない。先週台始めたの。いや、俺はちょうどだと思って振ってんだね。これはまあまあいい勝負できますかね。だいたいね、お前あのアプローチお前も下手なくせに 俺を見下してから寄ってるだけの話なんだ。もう頭きて、ここでもうあのモードスイッチに入れて。俺はアプローチうまい。いっぱいだな、こういうの入れ方で、ね、今は。大して寄ってねえんだけどな。俺が寄らなすぎだな。どうで、僕大して寄ってないですよ、本当に。釣りだ。一方的な展開になってきちゃったね、また。これあれね、没動画なんですよ。これ没動画でしょ。前からこっちやね。え？前から。前から。どこですか？あ、そこ。うん。170でしたっけ？そう。こんな感じですよね。大丈夫、シャンクしないからいいやつ。あ、入ってるか、入ってないか。シャンクするかよ。帰りました。うん、ちょっとね。一緒だ。同じだ。行ってないね。あれ右のラインだったら行ってんのかな。いや、ちょっとね、疲れが出てきてるかな。でもちゃんと当たってるよ今。激しそうですよ。激しそう。176じゃ行かないってこと。いいなぁ。こういう時飛び系だと6のまんまでいけるんだけどなぁ。確かに7まで、うん、飛び系なくなっちゃったんです。アプローチなんとかしてる今。フォー、え、スリーダウン、はい、え、フォーダウン、違うよ、スリーダウン。僕先行きましょうか。え、宮下さんの内側ってしか入れ打ってないですから。じゃあ先に行く。いいですか。いや、ていうかお前のが先だって。それ逆にだから難しいよ。全然今のところ。あ、本当だよ。よし、やっと返した。これでツーダウン。なんか、あ、やべえな、イメージ悪いな今の。本当に逆目ちゃっくりしちゃったよ。いや、あそこがみんな打ってても球飛ばないもん。やっぱ逆目だから。
よし、ちょっとこれで隙与えてくれたよ。パランパランな俺でもちょっとこっから行こう。乗せ乗せ、こっから得意なコース。いいよ。お、まっすぐだ。手前だ。ちょっとフェード系になってきたね。なってますよ。初めて見ましたよ。だ 今ぐらいの球を狙いに行かなきゃダメなんで、今まで通り打ったらそれはペナルかしかねえわな。か、なんかお前触れてんな。あ、いい跳ね方したよ。行ったかな。参ったよ。参った。これ乗せられるとバンジーキュースだ。バンジーじゃダメなんだって。はい。ああ参ってる。うわあ。下かかとなってる。キューバ。お前飛ぶな9番。あーやっちゃった。あれ寄ってないんだけどな。ワンダウン。よし、ほんと突き当たっちゃったよ。乗せ乗せでいけ、乗せ乗せで。昨日ドライブしたら体動かねえわ俺。くださいよ。俺の得意なホールね。これ T ですか。え？T じゃないか。132でしょ。9。いや今までだと B 字がちょうどだったけど。いくらなんでも俺もうこの気温じゃ俺いかないと思うんだよね。9で短く持ってハーフトップ気味の。そんな技持ってないでしょって。だからこうやって準備。でかいって普通に言ったら。いやいや俺はねこれ止まれ。でかいってバンカーだってほら。もう、うん、あのね、打った出玉の瞬間もう分かるの。いやーあれぴったりだと思ったけどな。いやもうさよならボール、さよならボール。いや潜ってないでしょ今の球は。あのバンカー OB って知ってました？え？普通の選手はね。ああ。え一直間ちょっとダフってって全然飛んでねえやつだよ。もうこれこそ OB だよ。でフェース開いちゃって飛ばないやつ。俺のはダフったらヘッドカーンカーンって返すから球飛んじゃうけど、俺のは飛ばないやつ。いや僕のはパーだからやけど、いや俺のな
イショットだよ。いいラインですよ。いいラインだ、ね。まあ好きなライン置いてください。最近バンカー練習してねえから。先行きます？いや先行ってくれよ。え？いい球だと思ったのにな。ボギーでしょ。え、いいボギーだね。32、134か。これ今までだと9だったけど絶対9じゃいかねえよな。8だよな。おぐれ7 8 やめてくれないよ。これ転がしだよ。かあ、うまいこと投げたね。あ、これダメだ。もう先っちょ引っ掛けしかない。あら、うまいこと打ったね。いやもうだって手前が盛り上がっちゃってんだもん。あー、だってるわ。いいライン置きすぎちゃってんじゃないですか。厳しいライン方がダンブローに入るから。しばらく打ってねえとこうなっちゃうんだよな。やだやだ、体も動かなくなってるし。よいしょよいしょ。音が寄ってるっぽいけどな。ジナ、待って、あの乗らないから、確率的に。あんなつま先、あんな。男気フック打ったよ。いや、バンカー勝負しましょうよ。今スピン効いた球打てた。いやいや、効いてない効いてない。今マットのキュッキュッキュッって音聞こえなかった。今の完璧だった。今日の今日一のあんなね、男気フックね、ピーであんなフックさせちゃダメだって。フックしてないじゃん。してるって。
に効いたな今。置いてきますよボール。でもこんだけ僕が有利に立つとあのバンカーみたいにお前は転がしだよとかってなるんですよ。ちわちわ。はい。ボール。黄色でいく。下硬いですよね多分。ちょっと頑張っちゃうかな。6じゃでかいですよね。でかくね。え？7 7 7 7 6でしょ。いや6でそれ打ったらでかいって。いや俺はそんな触れてないことドロップして前行くんだから。あれ何だあのキックなんだ何今の。いやちょっと泥かいてんだもん今。穴にはまった。あれ寄ってるよ寄ってるよ。あれこれ乗ったら俺の勝ちってことで。いや最後だけじゃもう上がり良ければ全て良しっていいや。絶対止まんないと思ったのに止まったよ。いや止まるよね。いやもう今の昨日の練習しちゃって体動かねえもん。今日6でちょうどだよ。ちょっとでかいか。ちょっとでかいのか。ああちょっと乗ってないじゃんこれ。なんだ。でかい。でかいんだ。なんだよ。もう距離感もなくなっちゃってる。ね。いや普通のグリーンだったら多分ぴったりだ。惨敗だ。ファイブダウン、ファイブダウン。終わり。どうするんですか？練習、何の練習するんですか？練習しないよ。